北緯36度35分12.2秒、統計138度6分55.6秒、北緯36.586722度、統計138.115444度、36.586722、138.115444。長野市茶臼山動物園は、長野県長野市篠野井の茶臼山山6にある、動物園である。 一般社団法人長野市開発公社が指定管理者として運営している長野市南部シノノイのチャウス山公園内にある1983年長野市政志向80周年記念事業の一環として開園コンセプトは森の中の動物園話し飼い方式の動物展示を行うレッサーパンダの日本最大の繁殖地でレッサーパンダの森は2011年の 日本経済新聞の生態がよくわかる動物園ランキングで日本3位となった。休日には乗馬体験なども行われる。チャウス山公園内には本動物園のほか恐竜園、自然植物園、マレットゴルフ場が隣接している。2008年写真家でライターの焼きそば香るが散策が楽しい動物園ベスト5に選んだ。選考理由は、 最寄り駅から、そのまでの風景の良さと、園自体が山にあるための園から見下ろす景色の素晴らしさで、リンゴの実のる10月が良いと紹介した。近年は、小型モノレールが園内に整備され、坂道移動の利便性が増した。レッサーパンダの森は、レッサーパンダの生息地である中国、四川省の森をイメージした行動展示の施設を、大阪芸術大学の和光賢治がデザインした。 和光は日本の動物園デザインの第一人者で大阪の大阪市天王寺動物園のアフリカソバンナや横浜のズーラシアのチンパンジーの森も手がけレッサーパンダの森では新州の高齢地の風土を活かしていると動物園ライターの森吉民が伝えたレッサーパンダにとり受情生活や適度な慣例は重用であるがそれらを和光は独自のやり方で理論的 実践的に追求していると森は紹介する。レッサーパンダの森は2011年の日本経済新聞の生態がよくわかる動物園ランキングで日本3位となったが予算の低減化のため銀和や義母を一切使わずに植栽による増援を行い風景の山並みに溶け込ませまた室内では入場者の頭上をレッサーパンダが歩く工夫をし視覚的な配慮をした 動物園と評価されたことによる。ソノは、レッサーパンダの日本一の飼育頭数や繁殖回数となっており、2013年1月現在18頭、飼育し、また他園の繁殖にも協力し、例えばフータの嫁ちーちーは、チャウス山出身である。ソノには、日本で2005年5月19日からの、レッサーパンダブームを引き起こした、フータの子、フーリンが飼育される。 ソノのレッサーパンダはよく立つため、2012年の中日新聞ウェブでは、レッサーパンダの起立した姿の写真が掲載された。日本のレッサーパンダブームについて、2005年にソノは、こんなに話題になるのが、不思議としながらも、朝夕の餌の時間には飼育員が近づいただけで、レッサーパンダが立っていることを明かした。ソノでは、お土産に、レッサーパンダのぬいぐるみや、 卵せんべいなどが販売される。新越郵政局では、レッサーパンダ記念切手を2012年に販売した。ほわ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 は公募で、花ちゃんと愛称が付けられる。1985年3月に、長野市の友好都市である中国、石滑草市より、推定2の3歳で搬入。生涯に15頭の子を産み、チャウスさんの頭数増加に貢献した。 当時の日本最高齢記録の2000年10月8日まで生存した。夫のオスはイいイで、愛称は公母で、竹オ。推定5から6歳で、ほわほわと共に、石化草種から搬入。1990年10月9日まで生存した。キリンとシマウマが強制展示される。2008年、日本最高齢のグラントシマウマ、クミコが26年11ヶ月まで生存した。 久美子は1981年3月に、鹿児島市の日向和動物公園で生まれ、1983年8月のチャウス山海園前に移送され、生涯に7頭の子を産んだ。優しい性格でた個体の世話役だったと、共同通信が伝えた。など、レッサーパンダを模した、チャタロくんというゆるキャラがおり、身長197センチメートルと公表されている。 長野市中心部には入場料無料の城山動物園が姉妹施設として運営されているが2011年の長野市長によると採算性は城山の方が良いとしこの差は遊園地にあると分析し住民に対して遊園地の建設を提案しているありがとうございます